楽しい 3DS Max ワクワク建築 CG 建築物を手早くモデリングの1回目は図面データの読み込みとモデリングの準備をするです。この動画で解説していく建築物は平面図と南立面図の2つの図面から立ち上げていきます。他にもモデリングデータなども提供していきますので、ぜひダウンロードして一緒に始めてください。 また、優しい 3DS Max、初めての建築 CG の方も合わせてご覧ください。では、始めたいと思います。3DS Max を開きましたら、まずカスタマイズの単位設定を確認します。今回ディスプレイの単位はミリメートルで、システム単位の方もミリメートルにしてあります。それでは、読み込みたいと思いますので、ファイルの読み込みの読み込みから、 平面図ですね。こちら DWG を読み込みます。取り込むファイルの単位もミリメートルにします。はい。平面の図面が開けました。レイヤーを見てください。えー、っとですね。オブジェクトが一つになっているのがわかると思います。通常ですとたくさんのものを整理するのですが、今回はその作業を省きました。また、レイヤー名に00と付けております。規定値の名前順にする場合、上に来て便利です。 では、グリッドをオフにして G キーですね。で、読み込みの読み込みで、今度はリス図を読み込みたいと思います。こちらも読み込むファイル単位はミリメートルにします。同じように読み込みをしますと、レイヤー名を見てください。リス図として別で来ております。では、平面図の上でおねんねしているリス図を起こしたいと思います。起きて起きて <laughs> っていうよりは、そうですね、自分から パキパキ起きてほしいので、ね、スナップの切り替えを右クリックで出してください。グリッドとスナップの設定のオプションの中から角度。今5度になってるんですけど、そうですね、15とかにしてみましょうか。そして、スナップの隣のボタン、角度スナップの切り替えボタンというのを押してください。すると、このギズモでカク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 ってって6回で起きます。起きたよーって感じでいいですね。 黄色い軸を触って90という角度までやってください。では、平面と立面図をピタッとセットしてみたいと思いますので、このパースビューを a l t ダブルキーで大きくします。そして U キーでセートエイズにします。で、グリッドはオフ。この辺からショートカットを覚えていきましょう。スナップをオンオフするときは S キーです。そして、じゃ移動ボタンなのでダブルキー。 で、この端っこを掴んでみて、で、平面図のところにペタッとはめてきます。はい、これでバッチリ準備ができました。そしてここからはもうひたすらモデリングになります。どこから作業してもいいんですけども、そうですね、住宅なので基礎から行ってみましょうか。レイヤーに基礎と入れまして、この図面を、えー、ベースにやっていきたいと思います。 でこの図面が動いてしまっては困りますのでちょっと固定をしたいんですねその時このオプションのフリーズオブジェクトにスナップというところにチェックを入れてくださいそのまんまレイヤーを見てくださいそしてフリーズというボタンを押しますするとこうやってグレーになりまして、えっと、うっすら見えるんですけどもスナップが効く触れるって感じになるのでとても便利ですでは早速作っていきたいと思います そうですね。長方形から押し出すやり方にしましょう。今回大事なポイントとしては、見えてくるアングルの方だけを作るので、後ろの玄関のところは省略します。ですので、長方形を選びました。そして、押し出しというボタンで450押し出します。キャップは両方入っている状態です。これをワイヤーフレームに変換 F3 キーです。 図面を見ながら、今度は水切りを作りたいと思います。水切りとは、基礎の上のこの部分ですね。これも見える範囲だけ作りたいと思います。ドラッグタイプはコーナーにしてください。もちろん、4面入力で北側とかもちゃんと作っても OK です。ただ、切りがないんですよね。楽しくワクワクするんだったら、えい、省いちゃえっていう作戦です。 今、Z 軸0のところで制作しましたので基礎の上のところに移動したいと思います。Z のところに450と入れてください。次にこのラインに厚みをつけたいと思います。いろいろな方法がありますがそうですね、モディファイアリストの中から押し出しを選んで、量にマイナス30というふうに入れます。その押し出した部分を今度は出っ張らせたいので、シェルにします。 そして押し出しの量をそうですね外に20というふうに入れます今作ってたところはどこかって言いますとこのバイクと自転車の後ろあたりですね完成のイメージを頭で膨らませて制作をしていってください楽しい 3DS Max ワクワク建築 CG をご覧いただきありがとうございました